ディミーキャットはフランスの歌手、ジャズとエレクトロスウィングの作曲家、リオン生まれ。彼女の名前はブルガリアを起源とする父方の祖母の孫娘の名前ディミトロフアポストロフから付けられた。2007年に彼女はフランクルージエと出会った。そして共に2つのアルバムピン目アップとジグザグを書き上げ、ドリームアップというレーベルを立ち上げた。ディミィキャットのデビューアルバムピンメアップは、 ピンナップガールとハリウッド黄金期のファムファダール、そしてジャズエイジのオマージュとして作られた。ポストイットとグラムの2つのシングルが収録され、エレクトロスウィングの要素も織り込まれている。アルバムジグザグは2012年10月1日にリリースされた。シングルのピンポンと2月にリリースされた2番目のミュージックビデオを持つラボアトゥールを収録している。アルバムの曲の中でウッディウッディは アメリカの映画監督ウッディ・アレンの映画、スコルピオンの小イマジナをオマージュしている。パスタ、イーバスタと VESPA、AAA など、このアルバムは、ディキシーランドジャズ的でエレクトロスウィング風味に仕上がっている。ジグザグは、日本と韓国で、日本のレーベルランブリングレコーズがプロモーションをした。ワンスアポン、エイドリームは、 日本のレーベルランブリングレコーズの要請でアジアのマーケット向けに作られた2014年4月23日リリースディズニーのテーマソングを収録しているこのスペシャルアルバムは初週で日本の iTunes のジャズチャートでトップ3を記録したザ・ソングピンポンイズ・ユーズド・フォーザ TV コマーシャル・オブ・ザ・ブランド・アペロール・イン・ジャーマニーオーストリアありがとうございます